始まってるのかな。はい、皆様こんにちは、トピキッチンのお時間になりました。不定期でやっていきたいと思います。散らかっててすいません。今日ですね、使う食材はですね、こちらになります。タンパク質が豊富で脂質が少ない、マグロになりますね。今、買ってきて、でもう一度洗って、で水分をですねきっちり飛ばしてあげるとちょっと味がしっかりつくので、こういう風にしてあげて、高いから、はい、でこれをですね、見えるのかなこれ、ギリギリだね結構ギリギリになっちゃうかな、大丈夫かな。はい、ここに2人分ですね。ちなみに私は1人分ですけどね、はい、まあいいですよそれは。はい、ちょっと入れずに移っちゃってすみませんね。でこれをですね細かく、この大きさだとメロンが食べれないので、全然映ってねえよね。映ってんのこれ。大丈夫かな。本当はね、なんかね、歌とかね、流したりだとかした方がいいんですけど、カラオケ動画上げさせてもらったんですけど、あれ著作権に引っかかって。でなんかよくちょっと調べてみたら、あとお前一回やったらアカウント停止だよっていうのが来てまして、でアカウントっつって鼻水出ちゃった。なくなっちゃうと楽しみなくなっちゃうので、 YouTube だけが私の今楽しみなので、で他のねチャンネル様からね結構コメントいただけるんですけど、なかなか来れなくてすいませんとか、コメント遅くなってすみませんなんて言ってくださいますけど、別にコメント書かなくていいですからね、疲れちゃうからねそんな義理がないとかそういうの思わないので、ご自身のペースがありますからね、あんまりコメントがないから薄情的な人なんだとか思わないので、はい、したくなったらするスタイルでいきましょうよ。ビッグママはね、すごいですよね。海外の人が7割ぐらいいるのに、全部ありがとうにゃんで通ってますからね。ああいうレスポンスの速さが逆にいいのかなとか思ったり、勉強してますけど。ね。とりあえずこれ混ぜますと。メロンがね、なかなかペースト状になるぐらいまで。ちょっと段取りが悪かったな。失敗したな。まあ、こんな感じですね。これだったしですね。ちょっとマグロができました。はい、そうしましたら、こちらですね。これ一回やってみたかったんだよ。手のひらでこういうこと。なんだこれ。字が読めないね。シーバーです。シーバーです。稲葉じゃなくて申し訳ない。本当はね、そうね、ちょっと顔をね、映すのも、さあ、別に今、てか顔映した動画上げてるからね、別にいいんですけど、ちょっとすいません。今日ちょっと化粧水をね、ちょっと5種類の中から選んでないので、ちょっとすいません。今日ちょっと天気が難しかったんで、ちょっと選べなかったんで、ちょっと今日顔なしって感じで、ね、好きだとやっちゃうのよ、そういうこと。何でしょうかな。はい、じゃあ、マジしていきます。これをですね、混ぜしていきます。
おしゃれのね、化粧品をね、そう、パクリではいいって話なんですけど、ヒアロロン注射。口のところをこう、口角を上げるってやつ。あれやってみたいですよね。いや、もっと全面的に変えないとダメだよっていう話なんですけど、そう、ちょこちょこね、ちょっとやっていこうかな。ちょこちょこ整形をね、していこうかなと思って。大丈夫かな、これ。カメラでなんか結構。カメラの紫外線結構強いからな。気をつけないと。これをやって、食べてくれるかどうかっていうのがまだ不思議発見なところなんですけども、頑張っていきたいと思いますよ。まあ、この間ね、私だけウーバーイーツでマクドナルドを食べさせてもらったんで、まあ、映ってるよね、これ。これ始まってるよね。始まってなかったのか。そうだね。はい、今できますよ。はいよ。で、まあちょっとその後ですね、行きたくもない実家に帰りまして、帰るたびにね、あんまり良くないんですけども、仲が悪いとか言う、そういうわけじゃないんですけどね。でも実家に帰って、こうやって、ウーバーイーツでも頼んでやるかと思って、こう、配達地域確認なんてやったらね、県外でしたね。ど田舎すぎて、近くにありませんみたいな。なんていうんですかね。イオン行ってくださいっていう、出てましたけども。まあいいですよ。では、これをですね、メロンちゃんと五右衛門先生に今からちょっと上げていきますので、一回ここで切りますね。すいません。まあ、どうしたんでしょう。あれ？めっちゃ面白い。そっちはカリカリティッシュ。じゃあ、私の作ってよ。どうしたの？あ、いいよ。おいしいよ。ああ。まあ、マグロのね、味が消えちゃったとしても、栄養分はね、ありますし、で、一回洗ってるので、タンパク質ね、取ってもらえれば、その分大きいカロリー取れるので。お願いしますよ、これ残さないようにね。まあ、昨日ちょっとそのまま揚げてみたんですけど、ちょっとうなってたんで、うわーっつって、こんなの食えんのかみたいな形だったんで、あと牛肉あるからな、牛肉パクってきたから、実家から。あれもあげるからな。てな感じで、トピッククッキングでしたね。どうもありがとうございました。ご視聴。ではまた、金曜日にですね、明日はトピグループやらさせていただきます。何のテーマしようかなと思ってるんですけど、ま、8時から、ちゃんとアップできるように、準備しますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。